はい、オリンパスです。オリンパスの 35ECR というカメラをご紹介します。1972年に出ました。レンズシャッター式、電シャッターですね。電シャッター式の、レンジファインダー機ということになります。電池を使います。はい。電池下なんですけれども、本来こういう電池使うんですね。2つ使います。HMN 型水銀電池、もしくは NR52 水銀電池というんですね。こういう大きい水銀電池。これ1つで 1.35V なんです。非常に大きな電池ですけれども、これ2つ使って、シャッターを切るわけですけれども、スペーサー打ってます。はい、こういう形で。ここに今の現行のボタン電池、SR44 とかの酸化銀電池が一番近いと言われているんですけれども、これを2つ使ってですね、使うことができるんですけれども、私のは、面倒なので、自分でスペーサーちょっと、使ってるんですけれども、それでも使えます。厳密に言うと違うとはいえ、それはこれを使ってもこの水銀電池で大丈夫、同じですから、だいたいフィルム感度で調節できるんですけれども、はい、電池こうなってますね。こういうふうに、テレコに入れていくわけですけれども、片側に、スペーサーを入れます。これアルミホイルを折ったものをこう入れてですね、はい。で、こういったプラスチックの筒で、ちょっと大きさ回り合うように入れてあげて、はい。こちらマイナスですので、ボタン電池100円ショップで売ってる LR44 とかですね、こう入れてあげてですね。はい。蓋で接点になってますので、通電しますので。はい、これで、巻き上げて、はい、こういう形で使うということになります。フィルム室を開けるのはこちらですね。普通上ここなんですけれども、こちらなんです。このピン、下にしていただくと開きますので、はい。フィルムの入れるのも逆ですね。普通とこちらに入れて、こちらへ差し込むということになりますね。はい。これはもう普通に、他のカメラと同じようにしていただいて、装填していただいて、先ほどのように空打ちをして、撮影準備に入るということになります。はい。で、フィルム感度の設定はですね、こちらが表示でこちらで読むんですけれども、このダイヤルです。はい、ギザギザのダイヤル正面にあります。こう回しますと、こう変わりますので、装填したフィルムの感度、はい、ここで設定してあげてください。あとは、ファインダー覗きながら、こちらですね、はい、二重画像、合致してあげれば、このファインダーの中で、はい、ピン度が合ってますので、巻き上げて、シャッター半押しで、はい、今ちょっとつきましたね。これ暗いということです。はい、これ今つきましたね。これバッテリーチェックなんですけれども、さらに押し込んで、消えませんね。消えないと、はい、遅い。ローシャッターですね。これ早いと、照明を前に持ってきて、これが明るいと、バッテリーチェックランプがついて押し込むと、はい、消えるわけです。これで、はい、高速で切れるということになります。はい。明るすぎるというのはですからないです。はい。だいたい、EV17 ぐらいまで対応してくれますので、最速800分の1秒までありますから、プログラムシャッターで、切ってくれるということになります。はい、こういう形になります。この、ピン、ロックってありますけども、シャッターロックです。はい。下にやってもらうと、巻き上げても、シャッター降りませんので、はい。カバンの中に入れるときは、これロックをすると、不用意にシャッターボタン、押されたりしないので、まあ、安全ということになりますね。で、戻すと押せますので、はい。これでシャッターが切れるということになります。で、巻き戻しクランクは下になりますね。上は非常にスッキリしてます。はい。巻き戻しが終われば、この黒いボタンを押して、はい。そうすると、ロックが解除されますので、で、この矢印の方向に、こう巻き戻していただくとフィルムを巻き戻せますので、これで先ほどの逆ですね。フィルム室開けて、フィルムを取り出していただければ、それで OK ということになります。はい。で、よく聞かれるのが、この一番奥の、銀色のダイヤルですね、これ。はい。23から180GN フィート、
同じところに、ここにまた印があって、7から、56までと、GA のメートルとありますけれども、これ海外はフィートですので、こちらで、国内はメーターですので、こちらでということなんですけれども、これはストロボをここに装着したときに設定しますので、ストロボが、装着しなければ、どこで設定しても同じです。はい。こう書いてあるのは、ストロボの大きさで、ストロボにはだいたい大きさ変えてますので、それに合わせてこう設定してですね、シャッターを切ると30分の1秒で電シャッター、このストロボの大きさに合わせて、絞り合わせて、切ってくれますので、その時に使います。ここにピンがあるんですけれどもね、ここ見えますでしょうかね。はい。ストロボを入れると、こぼされて、そちらに接点が変わるんですね。はい。ですから、ストロボを装着しないと、こちら関係ありませんので、はい。オートの設定も何もないので、とにかく電池を入れて、空打ちをして、フィルム感で合わせて、この二重画像を合致させてあげれば、それで使えるという非常にシンプルな、はい、カメラになりますね。今持ってもコンパクトで、悪くないですね。もともとオリンパス、EC、その、改良版で EC2 という、これ目測のカメラだったんですけれども、レンズがですね、イーズ以降、開放値 2.8 の 42mm なんですね。で、EC、ECR も、EC2 も、同じレンズが入ってるんですけれども、広角にしてはちょっと標準に近いですね。やっぱり 40mm を切ってないので、広角というよりも、準広角という感じで、そういった場合ですね、目測カメラっていうのは、広角レンズはピントのアファイがとても広いので、そのピントのアファイが広いという広角レンズの特性を利用して目測カメラというのが成り立っている部分があるので、42mm で目測っていうのはちょっときつかったんですね、慣れないと。慣れてくると大体、合わせてるようになるんですけれども、で、結果的に、その EC にレンジファインダーをつけてですね、この R はですからレンジファインダーの R なんですけれども、まあ、連動距離式にしたと、はい、いう形ですね。なぜか、EC と EC2 はよく見るんですが、この石原はあんまり見かけないですね。はい。1972年度になりますと、電子シャッター機がもうどんどん出てきて、何よりですね、この電池ですね。はい。この電池がちょっと、何かしら障害になったのか、まあ他のメーカーのものも、電池使もたくさん出てたんですけれども、ちょっと今残ってる部分がとても少ないですね。当時としてもとても高かったと思います、これ。はい。で、それまで、カメラを買われてる部分もあるので、わざわざこういう電池がなければシャッターが切れないという、そういうカメラ、なかなか新しくのが難しかったかもしれませんね。はい。残ってないですね。はい。非常によく映るカメラです。はい。もし、お家から出てきたら、先ほどのように電池だけ確認していただいたり、していただいて、シャッター切って切れれば、いいなというふうに思いますので、フィルム一本でも撮っていただければ、まあ嬉しいかなというふうに思います。はい。セイコー ESF という、電子シャッター機が入っています。もうこれは電子シャッター機の完成型と言われていて、今でもデジタルカメラの基本はもうこのセイコーの EC、ESF が、基本になっていると言われる名シャッターですね。非常に爽快でいい音です。はい。よろしければ、お家から出てきたら、フィルム一本でも、撮ってやってください。はい。オリンパスの、電子シャッター式レンジファインダーカメラ、35ECR でした。はい、以上です。